ポニチャットです、今日の動画はですね、先日までちょっとね全日本ラージボール選手権に出場していて2週間ねまるっきりこうラージボールしかやってない期間があったんですよ。でもうこの動画撮影時点のもう2週間後には今度国体でね公式でちょっとあの佐賀の方にね全国大会があって北海道代表としてね試合に出場するんで何としてもちょっと感覚を漏らさなきゃいけないということで今日の動画はそれね細かくこう解説とか編集とか入れてというよりも僕がね淡々といろんなサーブのサーブ練習をしていくんで、まあ、それを見てねちょっと研究用に皆さん使っていただければなという風な動画でございます。いろんな種類のねサーブを出してそのサーブのね解説っていうのは特にしないんですけど今までにね過去にこうサーブの解説動画とか出してるんで気になる方はそっちチェックしてほしいなという風に思うんですが、まあ、いろんなサーブをやっていく中でね僕は結構プロ選手のサーブ練習の動画とか見るの好きなんですよ。でも僕はね結構プロ選手ではないんですけどサーブはね、まあ、人一倍結構時間をかけてこう練習してるつもりなので今日はね僕のそのサーブ練習の様子からね何か皆さんにヒントになるようなねものがお伝えできたらなという風に思います。というわけでやっていきます。最初はね巻き込みサーブからいろんなモーションでね出していきたいと思います。はい、次14回。縦回転。
出発そう。
はい、以上です。こんな感じでね、サーブ練習は終わろうかなと思います。僕ちゃんもね、目標は全勝なんでね、みんな強いんですが、まずはね、こうサーブをね、しっかりと極めてね、真っ向勝負しても僕よりも強い人しかいないんで、サーブでしっかりと先手を取って自分にできることをね、淡々とやっていこうかなというふうに思います。はい、というわけでね、今回の動画おしまいになります。でまたね、なんか試合動画、技術解説動画、いろいろ出していこうかなと思いますので、引き続きね、公式マラージももっと高めを目指して頑張っていきます。一緒に頑張ってみましょう。というわけで次回の動画もお楽しみに。ではまた、バイバイ。卓球ユーザーに最適なお仕事探しは卓球人 .com。 キャリアの無料相談をやっているので、ぜひ一度概要欄から相談してみてください。卓球用品のご購入は卓壁屋がおすすめです。イベント豊富なオンラインショップにぜひ一度顔を出してみてください。